北府駅の駅名表、現在は福井鉄道の統一デザインに変更されている。北府駅は福井県越前市北府2丁目にある福井鉄道福武線の駅。駅番号は F1。旧駅名は西武西駅。駅舎内のギャラリースペース木造平屋建ての駅舎は、中は待合室と自転車置き場に割り当てられ、窓口は閉鎖されている。 無人駅だが、平日朝のラッシュ時には、駅員が常駐する。駅車内の奥に、常設のギャラリースペースが設けられ、かつて使用された古い制服や車両、駅の備品などが展示されている。ホームは2面2線で、カーブがかかったところにあり、福井方面ホームは、待合室に隣接し、越前竹雄方面ホームは、校内遮断機付き通路を渡ったところにある。また、 越前竹尾駅とともに福井鉄道で使用される列車が留置されており2016年までに引退した200型が駅の側線に留置されている福井鉄道本社への最寄り駅である駅の北隣には車両工場があり駅構内の福井寄り終端部分から工場への留置線が伸びている竹尾高等学校に近く自転車通学が難しくなる当期は特に学生の 利用が多い。1970年代まで近隣の石油タンクなどへの専用船があったが、1979年10月3日に貨物輸送を廃止した。その他の施設へ地前市市民バスのロッサ2010年2月より放送された、携帯電話会社、ソフトバンクのテレビコマーシャル、シラトや、親孝行編で駅舎と車両が使用された。 同年3月19日には同作を含めシリーズ3作を再編集した特別版 CM が日本テレビ系 S-1 グランドチャンピオン2010内で放映された。それがきっかけとなり、同年4月12日同 CM のお父さん犬が当駅の名誉駅長に就任。友人駅である隣接の越前竹雄駅に駅長棒をかぶったぬいぐるみが常駐することになった。 ありがとうございます。